どうも皆さん、不定期更新動画ヤンさんの部屋へようこそ。ヤンさんです。さて今日も始まりましたヤンさんの部屋、よろしくお願いします。さて皆さん、スニーカーのカスタムとかやったことあるでしょうか。やったことあるなという方も、やったことはちょっとないですね、という方も、高評価とチャンネル登録、それからベルマークの通知ボタンを押していただければなと思います。ヤンさんはね、ハイドロディックをやったことはあります。まあヤンさんの話はね、置いといて、早速本日ご紹介するものお出ししていきたいと思いますが、行きましょう。本日ご紹介するのはこちら、黒いので避けます。反対、避けます。ナイススニーカーエアジョーダン1ミッド対外、本日はこちらをご紹介していきたいと思います。本日このジョーダン1ミッドのボックスなんですけれども、インサイドアウトの時と同じボックスになっています。ジョーダンウィングロゴがあって、このものですね、こっちの感じですね、四方八方、全体的にウィングローブと黒のシックなかっこいい感じの箱になっています。では早速いきましょう。本日ご紹介するスニーカーはこちら、ナイキスニーカーエアジョーダン1ミッド対大、本日はこちらをご紹介していきたいと思います。いやー、めっちゃ綺麗ですよね、このカラーリング。このタイダイの、カラーリング、ちょっとね、禅を思わせるカラーリングということで、ちょっと不思議なカラーリングになっているんじゃないかなと思います。で、この紫の色もすごい綺麗に出ているので、いや、マジでこれテンション上がりましたね、見たとき。で、こちらですね、タイダイアミシストウェブとして、エアジョーダン1、違う、エアジョーダン4かな、で出ていたんですけれども、そちらもね、実は持っていまして、紹介はしていないんですけれども、持っていまして、結構ねそのカラーもいいんですよね。うん、可愛いし不思議な感じもあるし、綺麗だしっていう、結構ね、自分のヤンさんの自分の中では大当たりしたカラーリングなので、今回そのエアジョーダン1の方で出たので、こちらを買いました。で、全体的には、黒白のアッパーと、あとこちらのアメシストのカラーリングが使われている、シンプルながらも綺麗なカラーリングなんじゃないかなと思います。全体じゃないので、結構合わせやすいのもありますし、後ろから見た時に、すごいこの綺麗なカラーリングが目立つので、いや、個人的にはすげえ気に入ってますね。ただ、やっぱりなんかスニダンではちょっと値割れしているんですよね。まあ個人的には好きなので、まああんまり関係ないんですけれども。で、こちらですね、全体的にはレザーで、ヌバックとかスウェットとかではなくて、普通にレザーですね、合成皮かな、ちょっとすいません、よくわかっていないんですけれども、はい、レザーで構築されているものになります。で、シューターも全体的に黒なんですけれども、こちらのジャックマノバはちょっとね、紫というかピンクというか可愛い感じのジャンプマンロゴになっていて、インソールの中もこちらもアメシストの紫色の、色になっています。ここもね、まあ、インソールってあんま見えないですけど、あ、見えるか、インソールってね、あんまり見えないんですけど、はい、こんな感じ、ちょっと見にくくてすいません。でもふとした時に見えたりするので、こういうところもね、やっぱりちゃんと色出てるのはすごい、ヤンさん的にはすごくかっこいいなと思ってます。で、こちらですね、今回、マイサイでヤンさん買っているんですけれども、まあ、個人的にはマイサイでもいいかなと思うんですけれども、ハーフアップさせても問題ないかなとは思っています。こちらの方はね、もうね、お好きな方になってますね。ヤンさんはマイサイでもバッチリなので、これからガシガシ履いていけたらいこうかなと思っています。はい、ということで本日はこちら、ナイキスニーカーエアジョーダン1ミッド最大、本日はこちらをご紹介させていただきました。はい、ということで本日はこちら、ナイキスニーカーエアジョーダン1ミッド最大、本日はこちらをご紹介していったわけなんですけれども、いや、最初というか先ほども言ったように、スニダンでは結構ね、値割れをしているので、手を出しやすい一足なんじゃないかなと思っています。で、やっぱりですね、こちらの最大のこの色ですね、いや、めっちゃかっこいいですよね。ここはすごい目立つと思うので、履いてても目を引くスニーカーになっていると思うし、もう結構神秘的なミステリアスな不思議なカラーになっているので、ぜひぜひ気になった方、手に取ってみては、買ってみてはいかがでしょうか。個人的にはね、すごくこのカラーリング大好きなんですけどね。まあでも、
自分のね気に入ったものを履くのが一番なんじゃないかなと思います。ということで本日はこちらナイススニーカーエアジョーダン1ミッド大々、本日はこちらをご紹介させていただきました。本日の相手はヤンスさんでした。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。それではさよなら。